海禁、海禁とは、中国民進時代に行われた領民の海上利用を規制する政策のことである。海賊金圧や密貿易防止を目的とし、海外貿易等の概要公開、時には沿岸漁業や沿岸貿易、国内海運が規制された。本来は、下海通り、茂の金と呼び、海禁は略称であった。また、 これを、領民の私的な海外渡航や、海上貿易を禁止する政策と捉え、江戸幕府のいった国家による、対外交流独占政策、鎖国政策や李氏朝鮮の同様の政策、あるいは、元朝のいった商人の泉禁止政策、元の解禁も、また、解禁と位置づけられることもある。現代末に、海賊船が往来し闘争殺傷が繰り返されたことから、 先週に向かう貿易品はすべて氷雪に関係するとまで言われ、南洋の海上貿易は危険を極めていた。こうしたことから秋代に入ると、大祖国武三角が国例として解禁策を発布し、事実上の貿易禁止となる海上利用制限政策を取った。海賊金圧や密貿易防止を目的として、秋夜に幾度も発布された解禁は海外貿易。 沿岸漁業及び沿岸貿易、国内海運を規制する政策でもあり、中国国内に止まらず、南洋を含めた周辺諸国の社会、性に影響を与えた。中国人にも出発地の役人の発行した証明書の傾向を義務付け、それに違反した者は、辺境地方に追放するという厳格なものだったため、一旦海外に出ると中国に戻らず、 周辺地域に移住しそこから中国へ密貿易する武装集団の和光が生まれた。秋夜において海洋政策とされたが、英楽三角の時代になると、帝は南洋派遣、1405年等の積極的な対外拡大政策を取り、民との交易利益を諸国に説いたことから諸国が訪明するようになると、金を犯して出海する中国人海商周辺地域で 民の移民戦と称された移民活動も増加し、それに伴い解禁の発令頻度も増した。大航海時代の始まりとともに、アジア地域に進出したポルトガル島の外圧や沿岸部の有力共振と、結託した和光から、明朝内部からも解禁緩和を嘆願する小宗の等も現れ、秋代後期には解禁の損卑論争が行われた。信代にも初期に、 海外貿易のみならず、沿岸海運、沿岸漁業も対象とした厳格な解禁政策が取られた。これは、停止政権孤立化を目的としたもので、沿岸部への民衆の立ち入りを禁じた、戦海令と合わせ厳格な解禁を行うもので、あったが、密貿易は耐えることがなく、効果は限定的なものに止まった。その一方で、解禁政策は国内における銀。 同の不足を招き、経済に混乱を引き起こした。停止政権降伏後に、解禁は停止されるが、米の海上積み出しを禁じる米金や南洋解禁、東南アジア渡航の禁止など、限定的な解禁は行われた。宴会部の解剖や、秩序構築を目指した解禁は、明、新領王朝の建国期には一定の役割を果たした。一方で、 東南アジアの陶磁器産業のように解禁により発展の契機を掴んだ事例も存在し琉球王朝のように超高貿易を許された国家にとっては独占的な貿易を通じて恩恵をもたらすものとなった元松の反乱集団の中から台頭した主元将後部帝は元朝を北へ追い1368年に民国を建国する しかし、元末民発の中国沿岸部では、前期和光が活発に活動しており、民史、明実録に記録されているところによれば、後部元年、西暦1368年から後部7年、同1374年までの間、和光の襲撃は23回を数える。さらに、長史、誠、報告陣の残党と呼ばれた、沿海部の非農民も、和光と結んで入港したため、 明朝は、和光と沿岸部住民の分断を図って1371年に、解禁令を発布し、官民問わず私の泉を禁じた。解禁は、海賊防止と密貿易の取り締まりの二つの機能を兼ね備えた政策であるが、公文門が解禁令を発した直接の目的は、和光の禁圧にあり、当初は、密貿易の取り締まり、つまり、 貿易統制を行う政策ではなかった。貿易統制は、市白市制度と遺金か海律の管轄下にあり、その統制下で民間貿易は認められていた。明朝は建国の前年に、大層に、孔渡る市白市を1370年に、それを発展解消して、寧派、泉州、甲州に三市白市を設置し、貿易を奨励しながら、関税徴収を行っていた。 しかしは光長量の収まらぬ中で、海禁違反者と異禁か海立違反者の判別は困難であり、貨幣経済の侵食から国内経済を防衛する必要性や公益の利を餌に周辺諸国を超高貿易に参加させる狙いもあり、明朝は1374年に三次白紙を廃止して民間貿易を全面的に禁止した。これによって海禁は、 駅員か海律と一体化して、貿易統制の機能も兼ね備え、密貿易の取り締まりを通じて、徴工貿易を補完する政策なって、解禁、徴工体制あるいは、解禁イコール徴工システムと呼ばれている。公文家土は各地に水災を設置して、平線を巡回させ、あるいは島し部住民の本土への強制移住を行い、時には、漁民の失業まで禁じ、後に、国発、 寸番もしたいを許さずと評される厳格な解禁を行った。沿岸貿易、国内海運に関しても許可証の所得や航路の厳守などの制約が加えられ、それさえも時には地方関係によって禁止された。しかし貿易や海運に従事して生計を立てていた、沿海部の非農民たちにとって解禁は制御を圧迫する政策であり、 長い海岸線の監視が困難なこともあって解禁は徹底されず、病庁はその知性を通じて解禁令を繰り返し発せざるを得なかった。解禁イコール徴工システムが最も有効に機能したのは英楽カドの時代である。対外積極策を取った英楽カドは1403年に三次白紙を復活させて徴工国の入庁に備え、1405年から 平和艦隊を南海に派遣するなど諸外国に盛んに死者を発して入庁を促し、また東南アジアの中国人海賊の討伐を行った。これにより、後部期に十七カ国であった超工国は、永楽期には六十カ国にまで急増し、在外過人にも影響を及ぼし彼らの帰国や教順、あるいは超工国による強制送還を引き出した。こうした情勢は、 中国沿海部住民に泉をためらわせるものとなり、しばらくの間、解禁イコール調工システムは安定を見せ、解禁令が発せられることはなかった。しかし、永楽三角が没し、明朝の政策が財政緊縮、対外消極的に転ずると解禁に、ほころびが出始める。土木の変に象徴される、モンゴルの脅威に、北変防備へ注力を迫られる中、 国家財政を圧迫された明朝は北辺を除く、超高貿易に関し、厚大薄きから、経営削減へ、政策の転換を余儀なくされる。超高国は貿易の規模や、蜜月、入庁頻度、不当化も使い取り価格を抑制され、さらに工事年間、1488年から1505年からは関税まで徴収された。こうした、 明朝の姿勢は朝皇国の離反を招き、15世紀末時点で入朝を続ける国は、日本、朝鮮、琉球わずか6カ国にまで減少していた。1509年からは、甲州に外国商船の来航が認められたことから、朝皇貿易はさらに衰退していった。後武器に民間貿易が禁止されてこの方、在外過人が安全に貿易を行うためには、 超高貿易への参加が必要不可欠であり、超高貿易は少なからず彼らにより支えられていた。しかし明朝が完全収入目当てに公衆を開講すると、煩雑な制約を受けずに合法的に貿易を行う道が開かれ、在外過人は超高貿易から撤退していった。超高貿易の衰退とともに密貿易が盛んになっていった。 15世紀半ばより海禁をお菓子で海するものは増加していたが、15世紀後半より強振層が参加を始め、組織化も進んでいた。また、泉社の行動も、凶暴化を始め、密貿易に止まらず、海賊行為も行うものも出現していた。16世紀に入ると、中国沿海部では、商品経済が急速に発展し、商品作物の栽培や手工業が盛んになり、 生産された商品の多くは、密貿易を通して海外へ輸出されていた。解禁と、遺金か海率が一体化して、しばらくの間、工部、永楽両邸の取締りによって、前期和光が鎮静化したこともあり、解禁の主眼は、密貿易の取締りに置かれていた。しかし、解禁が主観する中、武装した泉社が密貿易に止まらず時に、海賊行為も働くようになると、 解禁の解剖機能の強化が必要とされた。解禁の法的根拠であった、遺禁か海立は、本来は、民間貿易用認可における解消の守るべき、手続きと違反時の罰則を定めた法令であり、和光等の海賊を取り締まる法令としては、必ずしも適切なものでなかったのである。明朝は、罰則強化などの遺禁か海立の修正を進め、工事十五年。 1500年に編纂された、文系条例、名ただの修正条例に、その集大成というべき一条が収録される。そこでは商人に止まらず全てのものを対象とし、極刑をもって、海賊行為、外国との貿易を同時に禁じ、また、泉社との貿易や代理人を通じた貿易も禁じている。これは15世紀の中国沿会部の状況。 つまり多くの社会的階層に属する者が出海し、時には密貿易、時には海賊行為を働く、密貿易と海賊行為が不可分な状況に対応した政策であり、また在地にいながらにして代理人を通じて密貿易を行っていた共振層の動向にも目を配ったものであった。明朝は、遺金か海率の再編と同時に、海禁令を繰り返して、 密貿易の抑制を図るが、沿海部では、武器、兵船の老朽化や兵員、軍業の欠乏などから取り締まりを行える状態にはなく、官兵の後期は、乱れ、代償、共振等と結託して、密貿易に便宜を図るなど解禁は主観していった。火星年間、1522年から1566年に入ると、公衆における、 外国商船受け入れや日民観合貿易が中断し、密貿易はますます盛んになっていった。1522年にタムロモン島を不法占領していたポルトガル船が民軍に駆逐されると、明朝は公衆貿易を禁止する。この措置は1529年に解かれて貿易が再開されるが、来民など商船は新たに密撃と観合の巡守を 求められたため目的地を、復権、石膏へ移して、密貿易に参加した。また1523年に、ネーハの乱が起こると、日民間合貿易は、停止、1536年に再開されるが密議期に、大幅な制限を加えられ、それも1551年に、大内氏が滅亡すると途絶える。明朝は、ネーハの乱を契機に、解禁の引き締めを行い、 違反者を和光とみなして取り締まるがで海する者は増加の一途をたどった。秋を中期に商品経済が発達する中、物流を海運に支えられながら地域間分業は進み、また貿易を通して海外諸国との経済的連関は強まっていた。しかし公衆貿易と日民間合貿易の中断に加え、火星年間にふもと寸番下界を合言葉に、 沿岸交易にも規制が加えられると、沿海部住民は生活を圧迫され、泉、密貿易へと追いやられた。さらに16世紀中頃には、岩見銀山などの鉱材開発の進行や、配布機構の導入により、日本における銀生産量が急増する。民国国内では、火星年間には慢性的な銀不足に陥っており、安価な日本銀は中国人会社のみならず、 ヨーロッパ人も引きつけ、日民貿易への参加を促した。日民貿易における利潤は、通常10倍程度であったと推定されているが、この時期には100倍に上ったと漏れ、沿海部住民は家業を捨て密貿易に走り、漁船は交易品を積んで、沖合で密貿易船と接触。代償は、様々な口実を設けては大船を建造して、出海し、共進たちは密、 貿易戦に自身の旗を掲げて政治力を盾関係の干渉を防いだ。多くの社会的階層に属する者が参加して、密貿易は急速に大規模化し、大忠や助改ら闘目が束ねる大勢力も出現した。朝鮮諸島総書港や小中月港などの中国東南沿海部各地には密貿易拠点が出現し、博多商人やポルトガル人なども来航する。 国際貿易港となっていた。明朝はこれらの者たちを和港、高機和港とみなしていたがその大半は中国人であった。彼らは密貿易に止まらず武装して官兵に抵抗し、時に各地を襲撃して回った。宴会部住民のうち直接密貿易に関わらない、者も、物資の提供、貨物の運搬等各種サービスを通じてその恩恵を受けており、 和光に通じて行動を共にした。こうした事態に明朝は1547年に主を石膏準部に任命し厳格な解禁を実施させた。主は総諸庫を襲撃して壊滅させ、利口島や巨棟を逮捕処刑するなど、海上粛清を断行し、東南沿海地区を閉鎖した。しかし、海場、共振等と鬼脈を通ずる中央官僚の断崖を、 受けて1549年に罷免され、自殺に追い込まれる。主失脚後、強圧的な取締りに対する民衆の反発は、火星大和光という形で現れ、後期和光は最盛期を迎え各地で猛威を振るった。後部帝が解禁を導入した直接の目的は、和光金圧にあり、それは火星年間においても変わっていなかった。 しかし諸外国との貿易を希求する泉社を和光、開光として扱ったため、解禁はその目論みとは裏腹に和光調量の原因となっていた。火星年間にもこうした認識を持つ指揮者は存在し、宴会部を中心に解禁廃止を求める海洋論が唱えられて、解禁継続派と、んに論争が繰りげられた。 解禁廃止派が貿易を認めることで密貿易を抑制しようとしたのに対し、解禁継続派は、より厳格な解禁を行うことで宴会部に秩序を再構築しようと主張したが、解禁継続派には、公武帝以来の素方の牧師を重視する者の,の他に一部の宴会部共振層が加わっていた。地方関係に影響力を持つ教振たちにとって、解禁は貿易の障壁ではなく、 むしろ競争相手を排除し、独占的な貿易を通じて、距離をもたらしてくれる政策だったのである。しかし主の徹底的な取り締まりは、彼らにも打撃を与え、強振たちは主を失脚させ自殺へと追い込む。主失脚後にはあえて解禁を主張する者も耐えて、開けよう論が優勢となり、1567年に、福建順部塗り宅民が、月公開港を上層すると、 明朝は解禁を緩和し、召集月から商人の泉を認めた。これは解禁の完全な廃止ではなかったが、目進む関継ぎてるの活躍や豊臣秀吉の海賊停止令等の影響と相まって、後期和光は人生化していった。月光開交により、中国人海召は、ルソン島、東洋21港、シャブ、九港、干サイ島、 西洋22校の東南アジア43校と台湾に公営の渡航が認められた。出国に際しては、分匹と呼ばれる海外渡航許可証の所得が義務付けられ、新たに設置された解剖官が出入国の監督に当たった。分引には、生命、本願、積みに渡航先が記載され、渡航先ごとに年間発給枚数が定められていた。 乗員数も船の大きさに応じて上限があり、出港時期と帰港期限も定められ国外での越冬は許されなかった。数種類に及ぶ関税や分引発給手数料なども徴収されたが、月港から出国するものは年々増加し、赤海港初年度に銀3000両であった税収入は1582年には2万両に達していた。出国先はルソンが最も多く、 スペイン側の記録によると1575年には12から15隻、1599年には30隻が来航しており、これらは主にメキシコ銀を持ち帰った。1592年の朝鮮出兵により一時停止されるが翌年からまた再開された。秋夜には日本や琉球への渡航は認められることはなかった。しかし禁令を犯しても、 対日貿易を続ける者は絶えず、徳川幕府が主因状を与えて中国船を招致したこともあって、長崎来港中国船は年間ゼロの80隻に及んだ。後に、新朝が解禁を敷いて弱体化を図る停止勢力も、元はこの対日密貿易を行う解消勢力の一部であった。ところで、民発より実施されてきた解禁政策ではあるが、 下海通り、しげるの金、解金という用語、概念の形成は16世紀のことである。16世紀の解金損廃論争の中で、論者たちは、当時の宴会部の状況を、下海通りしげる、それを禁ずる工事門形状例に示される政策を、下海通り、しげるの金と呼び表し、その略称として、解金という用語、概念を形成していった。 そのため、解禁という用語は、解禁政策を導入した、公武器あるいは、解禁イコール徴工体制が有効に機能していた、永楽期というよりも、後期和光が調量していた16世紀の政策を反映している。論者たちが指摘に呼び交わしていた、解禁という用語は、1587年に刊行された万歴会転に、解禁の一行が建てられたことによって、 国家公認の政策用語となる。この校は、工事門形状例を元とし、月公開校に対応して、公表、文員、携帯者を解禁の対象外とする例外規定が付け加えられている。この解禁政策は民末まで続いた。明朝滅亡の混乱に常時理石を果たした清朝は、1647年には、説刀、復権を平定したとして、日本、 琉球と海外諸国に兆候を呼びかけた。しかし、東南園海部では、停止政権が島諸部を拠点に頑強に抵抗を続け、政界権を掌握して1659年には、北伐を行い、南京にまで攻め寄せている。停止政権は、日民貿易に従事していた、解消勢力から台頭した勢力で、その財政基盤は、日中貿易に大きく依存していた。 新庁は、異理石当主こそ、海外貿易を禁じることなく商人の泉を容認していたが、停止政権孤立化を目論んで1655年に、解禁令を発布し、許可証を有する者を除き大型船の建造や、海外貿易を禁止した。翌年には違反者の厳罰を定め、その後も、たびたび解禁令を発して、解禁の原資を破壊。特に1661年には、 戦海令によって海浜部住民を強制的に内陸部に移住させ、海外貿易に止まらず沿岸貿易、沿岸漁業も禁じた厳格な解禁を行った。1668年には外国商船の来航も禁じられ、貿易は超高貿易に限定された。わずかにマカオにおけるポルトガルとの陸上貿易が容認されたほか、オランダは広州で超高貿易を認められた。 また、弁道貿易も例外であった。中国では秋代から原動資源が枯渇し、明朝は、銅線鋳造を半ば放棄して、紙幣流通を試みていた。それに対し、新朝は原動確保に不信しながら、銅線鋳造を行っており、当該期における長崎来港中国船の一部は、新朝の目拠のもとに派遣されたものと推定される。 丁氏は解禁によって沿海部住民と切り離され、新たな拠点を求めて、オランダ統治下の台湾へ進出を余儀なくされる。その一方で沿海部官兵は賄賂を受け取り承認の丁氏との接触を黙認し、三半島地下の福建、関東の地方政府に至っては関係を挙げて、丁氏やオランダ、ポルトガルと密貿易を行っており、丁氏の行う日中貿易は、 途絶えることはなかった。帝氏は海禁令により一定の打撃を受けたものの日本、中国、東南アジアの三角貿易を続け、当時の東アジア海上貿易は帝氏のほぼ独占するところとなっていたと見られている。しかし、海禁令は沿海部を中心に中国の社会、経済に深刻な打撃を与えた。海運の断絶は生活必需品を 障害に依存していた福建省を中心に経済的混乱をもたらし、戦海令によって海浜部住民は離散移住を強いられ、血縁、遅延を基盤にしていた、地域社会は大きな打撃を被った。銀、銅不足は、新国国内に一種のデフレを引き起こし、経済は一時破綻寸前にまで追い込まれた。新庁の解禁令は、 停止政権の領土遮断を目的としたものであり、停止が降伏するとその役目を追い停止される。1680年には、台湾より隔たった直霊、三島、チャンスの各省で沿岸高校が許可され、1683年に停止政権が降伏すると同年中に、旋回令が解かれて海浜部への展開が始まる。翌年には、海禁令はべて停止され、 85年には外国商船の来航も許可される。新庁は、アモイ、広州、ネーハ、上海に会館を設置し、泉する中国人会商や来航する外国商船から関税の徴収を行った。こうして、基本的に解禁は解除されるが、新庁は全面的に民間人の会場利用を認めたわけではなかった。 船の建造には事前に届け出る必要があり、泉地には船の大きさに応じて乗員の上限が定めれ、乗員名簿を届け出て、泉許可を受けなければならなかった。許可を得た航路を外れて航行することも禁じられ、金製品の海上積み出しも制限された。金製品は金、銀、銅、武器、軍需物資などであるが、米の海上積み出しも禁じられた。 解禁解除後、チャンス省、石膏省では、福建省に米が流れて米価が上昇する。新庁は、米価上昇を、海洋、外国や海賊への米流出を示すものとみなし、1708年に、米金を定めて、米国類の海上積み出しを禁じ各地で船舶の検査を行った。以降、米の備蓄制度が取られ、福建省などでは、地方政府が障害から、 米の輸入を行った。また18世紀には南洋海禁が敷かれ、東南アジアへの渡航が禁止される。海外へ移住する中国人いわゆる家人は古くから存在したが、秋代後半における稲の品種改良や、トウモロコシ、サツマイモ当地作物の到来により、中国の人口が急増すると人口圧力に押し出されて家人の海外進出は急増した。は、 国外や台湾へ、自国民の移住は認めていなかったが、渡航先に居住し帰国しない者や商船に便乗して、密航する者は絶えず、南洋河橋の流出は続いた。新庁は、自国民の海外流出を食い止めようと、1717 17年に南洋渡航を禁止する。ただし外国船の来航や日本、琉球、ベトナム北部への渡航は引き続き認められており、これは、 限定的な解禁に止まった。この南洋解禁は、復権民衆の生活を脅かすものとされ、1727年に、復権地方政府の要請を受け開港期限の制約付きながら解禁は解除される。2年の開港期限を超えて帰国する者は二度と泉を認められなかったが、1742年に、期限は3年に緩和され、1754年には、それも廃止された。 1757年にはヨーロッパ諸国商人との取引を関東一高に限定し、君行き、古本と呼ばれた特権商人に独占貿易を行わせる関東貿易体制が開始され、アヘン戦争まで続くことになる。解禁政策は解剖や解秩序の確立を目指した政治、国防を重視した政策であり、強権を持って新秩序を打ち立てる、 王朝建国期には一定の意義が存在した。元末民発の中国沿岸部は、開混号の中明朝支配が徹底されない、混乱状態にあったが、海禁は沿岸部に新秩序を構築する一条なし、民間貿易停止後は超高貿易を保管して、作法体制の構築や国内再システムの補強に貢献した。新書においても海禁は、停止政権弱体化に、 一定の貢献を果たしている。しかし解禁は、沿海地方の経済的発展を妨げまた税収を抑制する、経済、税収と相反する政策であった。そのため、新秩序が安定期に入ると解禁は、反発を招き、社会的不安定化の要因となった。解禁を国税とした明朝においても、最終的には、国家財政の困窮や高気和行という形の、 社会的圧力に屈し、解禁を緩和せざるを得なかった。中国史学会では、中国が西洋に立ち遅れた原因は解禁にあると考えられている。つまり、16世紀までの中国経済の発展は、西洋に対しても大きな差がなかったが、国家間、地域間の相互刺激を通じて、社会や経済の発展を促す貿易が解禁によって抑制されると、 中国の成長活力は減じられ、西洋に遅れを取ることになったとするものである。一方で、東南アジアや非善の陶磁器産業のように、解禁により成長が促進された事例も存在する。明朝の解禁によって、アジア市場に中国陶磁器の供給が途絶えると、その穴を埋めるべくベトナムカンボジアタイでは、輸出用陶磁器が盛んに製造されて、技術や、 生産量が伸長し、東は日本から、西はエジプトトルコまで広く諸外国に輸出された。しかし東南アジアの陶磁器産業は、中国製品の模倣の域を出しきれず、解禁が主観すると衰退する。新代前期の解禁に乗じて、成長を遂げた非前陶磁器も、解禁停止後に、東南アジア市場から駆逐されるが、日本国内やヨーロッパ市場に活路を見出しその後も、 発展を続けた。また、超高貿易を認められた国家もしくは政権に取り、解禁は、独占的な貿易を約束し政治面、財政面で恩恵を与えてくれるものであった。この恩恵を最も享受した国家は、琉球王朝であった。民間貿易を禁じた明朝も、異王や素朴など自国に不足する物産の輸入を必要としており、 また、宴会部民衆の泉欲求をなだめるためにも、貿易は決かことはできなかった。そのため、明朝は朝光国の入庁を待つだけではなく、琉球王朝に優遇を与えて、中国とアジア諸国との中継貿易を任せた。一般に朝光国の蜜期は3年もしくは5年で、あったが、琉球王朝は1年1密月と格段に有利な入庁を認められ、また、貿易、 外交に携わる在留家人、人三十六世や大型海戦を賜り、明朝の公園を背に日本や東南アジア諸国と盛んに貿易を行った。しかし、海禁の士官とともに、その貿易は衰退し、1609年の琉球征伐により島津市の支配下に置かれた。詳細は琉球王朝、沖縄県の歴史を参照。室町幕府にとっても、 日民間合貿易は有力な収入源であり、また同線中造を行っていなかった幕府にとって、同線供給源である中国との独占的な貿易は貨幣中造権と類似の権限として機能した。室町末期に貿易権は大内氏等の有力大名から協力を引き出す政治的交渉材料ともなった。秋代における解禁は南洋火人の増加にも寄与している。 そう現代の自由貿易時代にも海外に移住する中国人は存在したが、秋代に解禁が敷かれるとそれに伴う罰則は、泉社の帰国を阻む障壁となり、彼らに海外定住を強いるものとなった。こうして一度過人社会が形成されるとその縁故を頼りに皇族の者を呼び寄せるものとなり、秋代後期から新代にかけて、東南アジアへ過人が退去して進出するとになる。 秋夜において、解禁の直接の目的は、和光の金圧にあったが、実際には、中国と諸外国との経済的連関を求める、人々を和光へと追いやり逆に、和光調領の原因となっていた。足利義持による、日民間豪貿易の中断期間、1411年1433年には一旦沈静化していた前期和光が、再び活性化して、 中国各地を襲撃しており、後期和光は貿易を求めで海した中国人の集団であった。また解禁によって、日本、琉球、東南アジア間で中継貿易が活性化すると、そこに和光が介在する余地が生まれ和光が存続の条件を与えたとも指摘されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。